どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月13日日曜日の試合終了後なんですけれども、 タイガースは本日、スワローズと戦いましたが、結果5対3で勝利ということで、なんとタイガースは今シーズン最長の10連勝いや、すごすぎますね。え、すいません。え、昨日の動画は少しコロナの影響で喉を痛めてしまい、ま、一日ね、え、お休みをいただいたんですが、今日の試合振り返り動画から復活させていただきます。ま、その中で10連勝、梅野選手のデッドボールによる交代ね、え、ま、様々な流れというのがあったんですけれども、今日勝つことができた これは大きいえ。今日のゲームについて深掘りをしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは先発伊藤投手の立ち上がり。7月23日のスワローズ戦から自身3連勝中、自分のピッチングができたらいいなと思いますと、このようにコメントを出していますが、今シーズン15試合に先発して14球 S、安定感は12球団最強レベル。スワローズ戦は今シーズン5度目の登板になりますが、まず初回、1番塩見選手空振り三振、いつ変化球来るかなと思わせながら、最後までストレート中 中心で力勝ち続く2番並木選手は見逃す三振ここもツーシーム2球の後は全球ストレートかなりストレートを意識させるスタートで3番山田選手サードコロで三者凡退特に右バッター3人に対するインコースのコントロールこれが完璧な立ち上がりだったかなとしかし2回の伊藤投手ワンアウトから5番サンタナ選手にライト前さらに6番内山選手にもライトにツーベース許し2塁3塁のピンチそして7番北村選手にもライトに飛ばされ先制犠牲フライ許してしまいましたいやー森下選手もいい返球でしたけどねただ 右バッターが3連続で右方向に飛ばしてきましたから引っ掛けないように引きつけて逆方向そういった指示があったのかもしれませんただその中で3回はワンナウトから1番塩見選手にヒットを許し2アウト2塁で3番山田選手を迎えますがサードゴールでピンチ脱出この粘り強さはさすがです3回を投げて43球決してリズムは悪くありませんでここで一旦スタメンの方を見ていきましょう1番センター近本選手2番セカンド中野選手3番ライト森下選手4番ファースト大山選手 5番レフト小野寺選手、6番サード佐藤選手、7番キャッチャー梅野選手、8番ショート木南選手、9番ピッチャー伊藤投手というスタメさあ少しメンバー入れ替えてきましたね。というのも昨日、さよなら犠牲フライを放った佐藤選手を5番から6番に変更。これはここ最近左ピッチャーの時によく見られる傾向ですが、今日も相手先発は左の山野投手。この流れはある程度固定化されてきてます。で、ここ最近はずっとレフトノイジー選手でしたが、5番で小野寺選手を抜擢で、伊藤投手を引っ張るのは梅野選手。 山野投手とは今シーズン初対決になりますが、まず初回、近本選手がこのカード、3試合連続となる1打席目フォアボールで出塁。カウントノーボールツーストライからのフォアボールですからね、これはバッテリー答えますよ。で続く中野選手が送りバントでワンアウト二塁。しっかり形を作ってクリーンナップ。でしたが森下選手ショートゴロ。そして大山選手見逃す三振で無得点。最初のチャンスを生かすことができず。で先制許した2回の攻撃は、スタメン抜擢の小野寺選手からですが、いい当たりを飛ばすもレフトフライ。で続く佐藤選手空振り三振。しかしツーアウトから梅野選手、 がチチーーーム初アンンンとなるセンター前さらに今シーズン3つ目の投塁成功でチャンスを広げたことにより木並選手が深刻軽減まあこの辺は木並選手の怖さがなせるフォアボールですね。で、伊藤投手は凡退しましたが、その伊藤投手も粘って、2回までに46球投げさしつつ、次の攻撃は1番からといういい流れ。その中で3回、先頭近本選手がこの打席も追い込まれてからデッドボールで出塁。で、中野選手とランナー入れ替わり、ワンアウトから森下選手がレフト前。さらに大山選手がサードのエラーで出塁し、ワンアウト満塁。さあ、巡ってきた大チャンス 小野寺選手やってくれましたライイトへの2点タイムリーで逆転成功いやー、小野寺選手らしい打球でしたよ。親子ゲームでホームラン打ったり、1軍で活躍するために牙を研いでましたからね。見事この場面で結果を出してくれました。で、さらに佐藤選手もヒットで繋ぎ、梅野選手が犠牲フライで大きな3点目。この回の3得点も、2回の梅野選手の2アウトからのヒットが背景にあると思ってます。今のタイガース打線はこういう細かい伏線回収が激安なんですよね。さあ、逆転に成功した中で試合は中盤戦突入、伊藤投手は4回のマウンドに上がります。より 流れを確実なもものににするたためにもリズムよく抑えていきたいきイニングこの回は4番村上選手からの攻撃ですが、その村上選手センターフライで先頭を切ります。しかし先ほどもヒットを許した5番サンタナ選手、6番内山選手にまたも連打を浴びてワンアウトランナー、1塁2塁とピンチを迎える。ですが直近のタイガース、守備も硬いんですよね。続く7番北村選手の打球にサード佐藤選手が横っ飛びでナイスキャッチ。2塁封殺でアウトをもぎ取って、8番竹岡選手の打球はライトへのライナー。これを森下選手が素晴らしい判断で前に突っ込んでスライディンキャッチ。 連続ファインプレーで見事ピンチを切り抜けました。いやー、本当に連日ここぞという場面でミスがないのが大きいんですよ。さあ、バックの守備にも盛り立てられながら、ピンチを脱出した伊藤投手。気分よく打席に入れたでしょう。この4回裏に先頭バッターでセンター前ヒット。見事出塁して、近本選手もセンター前でノーアウトランナー1塁2塁。この回もタイガースペースで山野投手を攻め立てて、中野選手がレフトへのタイムリーで4点目。まあ、これちょっと近本選手の打球がリプレイ検証で色々ざわついた直後だったんですよ。まあ、リプレイで見返して、ああ、これは先にバウンドしてるなと。 あとは審判からのコールを待とうというところでノーバウンドが確認されたと発せられた瞬間もう球場騒然もはや土合でしたね岡田監督もおいおいという反応でしたがすぐにワンバウンドと訂正があり一安心いやでも焦りましたよでこのような一幕があった直後の一本なんでこの辺はさすがと言いますかまあいい意味の鈍感さと言いますかま中野選手の気持ちの強さが出た打つ気だったんじゃないかなと山の投手に4インニングで100球以上投げさせ初対戦で見事攻略成功で5回の伊藤投手は2アウトから2番波木選手にフォアボールを与えてしまい 3番山田選手にツーラン浴びて1点差。しかし、その後のピンチはなんとか踏ん張り。今シーズン7勝目の権利を獲得でその裏ですよね。梅の選手が左手首にデッドボール受けて交代とかなり心配な流れがありましたが、まずは無事を祈るのみ、試合途中にすぐさま病院に直行したそうです。続報はまた別途同格をよってですが、最悪の離脱がないことも同時に祈りましょう。で、伊藤投手も5回で交代し、6回から逃げ切り体制。態勢1週間のラストゲーム。みんなで取りに行くで、その後のタイガース。まず6回マウンドに上がったのは霧式投手。キャッチャーも。 選手に代わり、今日のゲームはちょっと異様な雰囲気。ただ、その中で霧式投手は自分のピッチングを展開。この回は2。安打放ってる。6番内山選手からの打順を3者凡退いやあ。桐敷投手いいですね。今日、この回も2つの三振奪うなど全体的に脱三振能力が上がってるのが大きい力で押せる要素もあるからこそ、ロング枠としてもそして勝ってる場面のショートイニングとしても岡田監督が評価してるんじゃないかなと。そして霧式投手は7回も行きます。1点リードのしびれる場面でロングリリーフ。ちなみに昨日も霧式。投手は2インニング投げてるんでなかなかない。 試合連続のロングリリーフ。ただ8月全体で見ると5試合目の登板ですから、切り引き投手が投げる時は基本複数イニングというのはある程度の決定事項としてあるのかもしれません。その中で7回は先頭にヒットを許しますが、1番塩見選手ライトフライ、代打阿木選手空振り三振と2アウトを奪ったところで交代。いやーよく投げてくれましたよ。当たり前のように複数回をスイスイ言ってくれる選手は貴重です。で先ほどホームランの山田選手のところでカジヤ投手を投入し見事空振り三振で引き分け勝甘いところには一切投げず山田選手が先にしびれを引きしました、ね あっぱれカジアレンそしてこの裏ラッキーセブン、小野寺選手、佐藤選手の連打でチャンスを広げ、梅野選手の代わりにマスクをかぶる坂本選手が、貴重なタイムリーでリード拡大に成功。で、8回は4番村上選手からの攻撃。当たってる選手が続くということを考えてもヘビーな打順。任されたのは岩瀬投手。で、その岩瀬投手はワンナウトランナー、一塁二塁のピンチを迎えましたが、7番北村選手の打球はセカンドゴロ。これバウンド合わせるの難しかったと思いますが、中野選手がうまく処理して、463のダブルプレーでピンチ脱出。やはりここぞの守備が、 とにかく硬いそしてラスト9回はこの人岩崎傑3点差以内のゲームがほとんどのため岩崎投手も3連投のマウンドもうこれは大型連勝の宿命でもあるでしょうその中でランナー出すも危なげなく締めて24戦目 気づけば西武王も射程圏内のところまで来ました。リリーフを引っ張る最強クローザー岩崎るが占め、タイガースは今シーズン最長の10連勝です。はい、ということで、今回の動画では本日8月の13日に行われたスワローズとの19回戦についてお話をされていただきました。結果は5対3で勝利ということで、タイガースは第1次岡田政権の2007年以来、実に16年ぶりとなる10連勝。月曜日の休養日を挟んで、15日に8ゲーム差をつけた2位カープとの直接対決を制すれば、アレへの間 ジックナンバー29が初点灯するそういうところまで来ましたまあ、今日もねカープがデイゲームで敗れるという形になってるんでタイガースとのゲーム差は8ゲームに開いたんですよねまあ、タイガースはとにかく目の前の試合を勝っていくまあ、タイガースとすればそれしかできませんからねでその中で相手球団まあその他の球団の勝敗というのはまあ、なかなかタイガース一つではね左右できない部分というのがある中で今はタイガースに全てがいい形で回ってる、まあ、そういう現状なのかなという風に感じますまあ、今日の試合も伊藤投手で、まあ、今日は6回 まで、投投げげるととということははでできませんんしたたけれれども、まあ、5回を投げてて失点、まあ、なんとかゲームは作ってくれたでその中でタイガース打線、もう今はとにかく反発力がありますからね。まあ久々にスタメン起用となった小野寺選手がタイムリーで、その後のもう一本のライト前もね、まあ非常にいいバッティングでしたし、まあその他もしっかりチャンスをものにする一本。で、このように10連勝、まあ素晴らしい一勝ね、勝ち取ることができたんですけれども、その中で、やはり我々タイガースファン気になるのが梅野選手ですよね。まあ動画内でもご紹介した通り、梅野選手は試合中に病院 直行梅の選手自身は何も言うことがありませんと、まあ、このようにコメントをしながら球場を去ったんですけれどもえその梅の選手大阪市内の病院を受診しまして左尺骨の骨折とえ診断されましたで岡田監督は試合後のテレビインタビューで今年は無理でしょと明かしたわけですね、まあ、梅の選手の左手首にボールが直撃した瞬間、まあ、スタンドからは怒号が飛び交って頑張れ梅のと、まあ、こういうね梅の選手を励ますコールというのがあったんですがゲームに戻って 来ることができなかったでその後病院直行でこの診断ですからねまあ、本当にチーム状況めちゃくちゃ良かったで梅の選手もチームを引っ張ってくれていただけにまあ、本当にファンとしても悲しいね離脱という形になるわけなんですけれどもまずはとにかく梅の選手の怪我が1日でも早く治るでその梅の選手の思いを背負ってねチームみんな戦っていくでファンとしても応援していくというのが今我々ファンにできるま一、あ、つの流れなんじゃないかなという風に思いますまあ、僕自身昨日1日動画投稿お休みいただきまして けれどもだいぶえ体調の方良くなりましたもう熱はねえマックス40度まで上がったんですけれども現在はもう平熱に下がっておりますで喉の痛みに関してもほとんどなくまあ、ちょっと鼻声がねえ続く状況ではありますがまあ、今日から動画投稿再開できるかなということでえ始めさせていただきましたえご心配おかけして申し訳ございませんまた今日からねえ元気に動画投稿できると思いますのでえタイガース10連勝もうかうかね寝てられないぞということで皆さんは今日の試合どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4 5200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者4万6000人ということで、今後とも阪神情報客、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。梅野選手の離脱が明らかになったというのは残念ですが、その梅野選手の気持ちも背負い、みんな戦ってくれるでしょう。そしてファンとしても残りの試合全力で応援していきましょう。梅野選手の怪我が一日でも早く治ることをファンとして祈っています。ではまた。